1時20分です。考える第190回放送。放送収録風景を生中継でお送りします。URL 省略。 出演中田雄心お願いしますはい皆さんこんにちは中田雄心です、えー、もじゃもじゃじゃなくなった中田雄心ですはい特に今日はこれ以外のことはないです そのわけでね、えー、いつもやっていますインターネットラジオ局アルファで、えー、ポッドキャストを使って配信しておりますラジオ番組「考える安田」という番組のね、えー、今回は190回、えー、191回の放送を生でお送りしたいと思います、えー。ぜひね最後までお付き合いくださいね。よろしくお願いいたします。はい。えー、なぜ別ウィンドウで俺の画像と俺の画像が出ているのか。<laughs> <laughs> サブウィンドウにも俺の画像それはどういうことかな <laughs> 俺そんなにねあの俺俺ニヤニヤ以上にあのね映像に映ったらあの目が枯れるからさ気をつけた方がいいよ来たわはいこんにちはーえ今回はコメ米瓶がないので誰のコメントかわからなくなっておりますけれどもねあれ安田君遅刻？安田ですいないよ安田です安田君ここにいるじゃない ちゃんといるよ、うるよ今日。にゃにゃちゃんといるから、いはいあの楽しみにしていてね。はい。そんなわけでね、えー、まあ、いつも通りの、いつも通りだよ。本当にいつも通りな放送をやるから、あのね、最後まで付き合ってってください、本当に。あーやべ、別赤がないから、ここで見れねえな <laughs>。<laughs> ああ、そうか、他の方が。 はいつもにまして男っぽいそうだねニヤニヤはね,い,ねーいつも通りね男っぽいねどうもう安田ですはいね <laughs> なんかちょっと一太郎の声に、ね、そっくりなねニヤニヤだったけどもあのねアルファに入るとねあのねこのニヤニヤあの一太郎菌っていうのが蔓延してるんだよ <laughs> そうそのね一太郎菌にね侵食されるとどん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 一太郎になってくるんだよみんな <laughs> マジではいそうだねこれ小学校でこういう話したら多分いじめの対象になってるよ <laughs> <laughs> 一、えー、太郎キーンみたいな <laughs> あついたバッチリバッチリとかごめんな一太郎 <laughs> よしじゃあ、はい、ちょ待ってはいちょちょちょ今い待ってねそうね今ねあのー、なんつうのかなあのバイオハザードのね G ウィルス的に言うとに今 G2 ぐらいかなにおいはそういえばさあ,あ稲妻イナズマブン見たけど<う>あれって技に G1 とか G2 とか またレベルアップした <laughs> やってた, <laughs> たよ G ってって,って重力かなじゃないでも稲妻ブンはでもああじゃないかなあれだって会社違うもん稲妻レブンとバイオはうん、うん、でもすごい人気あんでしょでも<お>もうおしいね俺おじさんだからもう最近のゲーム分かんないんだよね <laughs> はい じゃあ、サクッといきましょうか。オープニングだけだね。はい、了解。はい、オープニング、3、2、H、1。皆さん、こんにちは。中田悠心です。本日も初めていきましょう。考える安田、第190回放送、よろしくお願いします。<laughs> はいというわけでね、紹介にあずかりました中田悠心でございますけれども、安だよはい、今ね、あの安田には、ね、遠くから声が聞こえてるね。安田いる はい、あのね、今回ね、安田にはね、<laughs> 申し訳ないんですけども、本当に皆さんには申し訳ないんですけども、ニヤニヤね、風邪ひいちゃったらしくてね、<laughs> あのね、熱がひ、ひかないらしくてね、今回はね、涙を飲んでメインパーソナリティ安田ニヤはお休みとさせていただきました。皆さんご了承ください。安田だよ はい今回ね、あのみんなのアイドル、みんなのお耳の恋人、そのもうね、特にあの男性パーソナリティいや、女性パーソナリティのお耳の恋人、安田君がね、ちょっとね、風邪をひいて、どうしてもこっちに来れないということで、ではい、そろそろニヤニヤに謝る準備しときな、局長ね。<laughs> はい、えー、そんな感じでね、あのちょっとね、地味な感じのね、今回の,あの安田をお送りしたいと思います。最後までお付き合いくださいね。はい、は分。 はいね。何気にあの子結構病弱なんだよ。後ろからクオリティの高い安田君の。攻撃何気ににゃにはね、よく風邪引くんだよ。本当にね。風邪引いて、うん。えっとね、風邪引いて、長崎。って <laughs> で、舞台で確か三回ぐらい休んだよまあ、それしょうがないよ。 予定合わないのはしょうがないよね。人間なもの、みつを。ごめん、何でもないです。<laughs> ごめん、本当 <laughs> 俺な、なんで俺こう、今日こんなバカなことやってんだろう。違うんだって、俺。違う。俺、普段こんなキャラじゃないのに。じゃあ準備はしちゃって。はい。頑張れなか、カリー。ごめん、逆に頑張れって言われるとね、すごい大変になる。<laughs> <laughs> よし、行こうか。は,はい、行こう。ハリトクは、3、2、1。 さて、考える安田リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけしております。えー、考える安田のね、メインパーソナリティである中の、本当に、メインの、もう世界一可愛い安田ニアが今回風邪ひいてこれないという形でね、ね、あの、考える安田というね、タイトル名にもかかわらず、その、全くその中に関わっていないね、中田がね、えー、一人で喋っている状況なわけです。でも、風邪って、 あのみんなだからそのに自分の体調管理がなってないからとかっていうね気持ちもねわかるんですよただ本当に風邪って一回こじらせると本当に治らないもうほら本当に言える本当に治らないんだよだからもう熱が出たもう咳が止まらないもうなんか寒気がするとかはいねほ本当申し訳ないと思うけれどもでもその体調管理がなってない状態で風邪ひいてしまった場合でもやっぱり第一に人間はやっぱ健康が第一だから ね、やっぱね、全開になるまでは、やっぱねあの、外に出ないほうがいい、うん、本当にそう思うあの、38度超えの熱を出して、そうですよね、風はね、やっぱ特に動いてしまうと、本当に。 あのー、ね動けなくなっちゃうから長引いて長引いて余計ね体調悪くなってしまうのでそうだねはいなのでぜ,ぜひああのー、まあ、今回はあのニヤニヤにあのいろんな思うことあるかもしれないもう今回ねあの可愛いニヤニヤの声が聞けないから皆さんの中で退屈な方もいるかもしれませんでも今週だけはで本当に今週だけは皆さんねあの許してくださいもうねそんなわけでございましてまあそれでねはいあのね 局長目の前でコメント打たれてるのが丸見えなんだよ。<laughs> <laughs> ネタバレしちゃうけども <laughs> ね。ねああのー、気にしあえて気にしないように触れないように触れないようにって思ってたけども、ね、無理ですよ。<laughs> はい。<laughs> あのねちゃんとマイクついてる。中にネタはいあののは、まあ、本当にありがとうございます。でですね最近そのニヤニヤあの、ね、体調管理がなってない。 ってみんなのツッコミがあるかもしれないけれどもでもそれ以上にその自分の生活習慣をねあのちょっと風邪で休むってニヤニヤから直接連絡が来た時にちょっと思い返してみたんだ今週1週間の俺のスケジュールね案外ね不健康な生活を送ってるかと思いきや約7日間の、えー、俺の生活が、えー、仕事行って仕事行って稽古行って仕事行って脚本書いて酒飲んで寝てだけだったんだよね <laughs> 7日間の中で あのね4つでらいしかやることやってないんそうまあ毎日仕事は行かないきゃいけないけれどもいやいやそれは痛風俺が通風の話はもういいじゃないかないなあ、もうろくでもない人生だなもうね <laughs> そうだね、えー、もうねあのもう30年近く生きてんのにあのね1日酒飲んで寝れれば幸せだって思ってるね <laughs> 日もあるよそりゃね <laughs> <laughs> でもねあのー、プリンな人生だなプリンな人生それねあのねプリンに失礼, <laughs> 俺,に失礼俺に失礼じゃなくてプリンに失礼だから俺の場合プリンじゃないプリン体だからあのね どうしたしどうしたし、ね、それはもう何年も前の話ですよ <laughs>。痛風になったのは。それはもうね、予断を許さない状況ではあるけれども、普通に今歩けるし、まあいろいろありますよ。まあね、そんな状況でございます。痛風,風はね、あの、ググってください。死亡は,、えー、はね、あのね、何回やってもね、もうあと3年くらいかからもうどういっといてだ。俺の生活をね <laughs>、振り返ってるだけだなんでここまでね、みんなにいじられているのがね、まあ、 嬉しいですよあの、リスナーさんからの愛の形ですからね。まあそんなわけで、えー、お送りします、考える安田ですけれども、まあ、俺、でも確かね、去年の年末に1回だけ風邪ひいたんですよ、えー、38度5分をマークして、えー、でも、あのとき話したと思うんですけども、も俺、本当に低体温で、えー、自分の平熱が5度ぐらいなんですよね。はいあのー、それで まあでも次の日には治った方がいいんですけども。まあね、それはもう別に俺のせいじゃないんだよね。まあね、俺はなんでリスナーさんと会話をしてるだけなんだ、この番組。違う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 。考えるやつだだから。番組だからね。そういうわけでもいかないんですけども。えー、もうなんつうのかな。まあでも。 規則正しい生活は。本格的ににチャット番組ななってきたそうですね。あの、棒読みちゃんにいつも助けられています。いや、俺たち二人でやれよって番組なんだけれども。<laughs> <laughs> でも、リスナーさんからのこれ、リアルなコメントがあるからこそ考えるやつだって入るんだよね。もう片手にビールとか持ちながらね、皆さんとチャットで会話をしながらね、えー、進めていきたいと思います。ね。ニヤニヤ、今だから言う。 お前いないと俺もうこんだけ喋るだけでもうねもう 2, 2回3回分ぐらいので体力使ってんだよはいいやいやあ片手にパソコンもありかもしれないけどもねもうだんだん,ん話がまとまらなくなってきたね <laughs> はいそんなわけでもうねもうすでにねテンパっている私一人での放送でございますもう約半年ぶりぐらいですかねに,ーにあの俺一人で喋っている、えー、状態でございますまあねそんなわけでございますけどもねいつも通りグダグダな放送でございますもうねニヤニヤが いなくても俺がいなくてもグダグダっていうね最終的な着地点は変わってこないのでししの、えー、最後の最後まで、ね、リスナーさんの方々この1日の15分ぐらいのね時間をおつき合いいただければと思います。はい俺の場合どっちかって言ったら会心じゃなくて通恨なんだよね、多分俺の場合はね <laughs> なんか自分で言ってて悲しいよね。これ <laughs> 本当によしじゃあ行きましょうか。つうかいいのかな <laughs> ひどりさんずっと下にいるけど。あれたぶん映像見てんじゃん。サクサク。ああかもね。じゃあいい。あそっか。じゃあちょっと待って。よいしょ。うわすっげ 動かしたらやばいな、ほら。ちょっとよいしょ、こ。<laughs> よし。昨日だったよね、収録日って。うんああ、だよね。チキ,よチキンラーメン、あーあー、3か月前に久しぶりに来たかな。でも最近、本当に金がなくてね。 1>, 1日のね、食費がね、本当カップラーメン1個とかで終わっちゃうんだよね。ほんとまずいなって思ってるんだけど。いやー、まあそんなわけで。じゃあ、行きましょうか。はい、了解。それじゃフリートクツーいきます。はい。3、2、1, 1>、えー。さてですね、えー、考えるやつあの、今回、えー、収録しているのが、本日が4月の10日ですか。えー、まあこれ、配信されているのはその2日後の4月の12日なんですけれども、4月の10日。 ではない。えー、の一日前、え四、ー、月の九日の土曜日のお昼からですね、えー、インターネットラジオ局アルファで、えー、毎週えー、各週木曜日に放送しているえー、ラブ＆チーズという番組があるんですけれども、ラブ＆チーズはいラブ＆チ、えーズのえ収録がはいあったんですよ。え九、ー、日にですね。昨日、えー、昨日あ昨日見たっていうリスナーさんがいらっしゃいます。ありがとうございますいつもね。 昨日見たよ、うん、ラバンドチーズ」にはどういうメーカーが搭載されるのかよくわからないけど <laughs> まあ置いといてまあそのねあのー、北谷さんと朝比奈さんが2人でやってる番組の収録実は俺も昨日ニコ生で見てたんですねちょっとその時に「えー、ラバンドチーズ」の番組で、はいえー、いつも、えー、紹介しているチーズがですね、えー、昨日あお、の、二、ー、人の行為であのアルファに置いてってくれたんですよ、えー、それで、えー、今日そのニヤニヤが来れないからって どうしようかって話をちょっとぼそって言ったときに、あのー、昨日のラブチーズで紹介してたチーズ置いてってくれたからっていきなりあのー、スタッフの人に言われてね。えー、というわけで、あのー、中地食べればいいよって言われたわけですよ。番組中に <laughs>。<laughs> というわけで、えー、まあね、あのもう、うね、はい、あのー、動画見てくれればわかると思いますけれども、えー、まあここにあのー、昨日実際収録で使っていただいたあのー、チーズが、 用意されているわけでございます。ののしして作り出したサンパミルク味のチーズああ、そこまではちょっとわからないけどまあ実際ちょっとここで用意されているチーズを、えー、食べてくださいと、えー。食べてリアクションすればいいよと、あのー、そういうことを言われたわけなので、まあちょっとぜひ食べてみようかなと。はい、ぜひ、えー、食べたいと思います。えー、ごめん、ちょっとこれ名前聞き忘れてたんだけど。 あのー、もう片っぽは、えー、なんか黒胡椒が、えー、入ってる方です。はい、えー。こちらの方まず一個。どうしようかな。じゃあいただきます。チーズオンザテーブルの商品だね。はい。うん。ああおいしい。俺チーズってあんまりこういう何？実際の何かその種類とかって知らないけれども。 えー、実際その何、百何十円とかで買えるように、ベビーチーズとかしか食べないんですけれども、それとはなんか違う、すごい美味しい食感が広がりますね。この胡椒がいいね。なんで俺普通にこんなレビューしてんのかな。考える安らしくないけど、それでいいのかな。<laughs> はい、えー、もう一個あります。で、それは、あの、先ほど多分に、あのぼやみちゃんのコメントで、来た今えー、打ってくれましたけれども、ブルーチーズの方も今ここにあります。あのー、なんかこれ、 俺、別にあんま気にならなかったんだけど、あの、みんながブルーチーズの、その、青カビのチーズね、あの、ね、の青カビの方のチーズをまあ、食べた人たちあの、取って食ってる人たちが、まあ、すごい反応したわけですよ。なんで、まあ、これはあの、考えるやつだ。うわ、まだ口に運んですら、ね、<laughs> ちょっと匂いがする。<laughs> <laughs> びっくりした今。<laughs> ちょっとこの銘柄の方や焼かないんだけじゃあ、ちょっといただきまーす。 いい音だ。ああさあ、中田、うん、口に頬張り込んで、なんという言葉を出すのか、うん、衝撃の言葉が、今んこれみんなが、これ本当に、<laughs> 臭いのかこれめちゃくちゃうまいじゃん。ほん、これめちゃくちゃうまいじゃん。臭いよね。<laughs> いやいやいや。あの、確かに今、あの、スコーンに乗っけて、口に運ぶ前から、 ブルーチーズの匂いが充、ま、満したけど実際これめちゃくちゃうまいよ銘から知らないけども鼻で,で食べるそれどういう意味で <laughs> 難しいこと言ってるよ今いやでもこれラブンドチーズってすげえな羨ましいなあのー、なんかあのそのブルーチーズの匂いがどうのって言ってる中からなんか知らないけどホットケーキの例がし始めたんだけど <laughs> どういうことかなこれ <laughs> 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 ちょっと <laughs> あのね 考えるやつだっていつも思うんだけど、あの、周りのスタッフが、そのなに、考えるやつだをやってる最中に、いろんなネタをそこら辺に放流しすぎるんだと思うんだよ。今、俺の目の前ではね、あの局長がね、ニコ生のコメントを打って、ボイミちゃん反応させてるしさ、その隣にさ、いきなり来た瞬間さ、焦げたホットケーキをいきなり画像で見始めるしさ、なんか上がってるしね。うん、そうね。あのね、あの、俺は一体何から喋ればいいの ごめん。あのね、そこは無反応なの <laughs> どうすればいいの俺は。いや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 まあね、そんなわけで。<え>はい。えー、まあ。ほら頑張れ中中今を伝えろ俺の今、そろそろみんな自重するべきじゃねって思い始めてきてるよ <laughs>。<laughs> あのね、こんなにね、一人でやってるだけで、 いろんな情報を来られたらどこを拾ったらいいかって確かにねネタがいっぱいあるのはね喋りやすいのかもしれないよただそれ以上にあの話してる最中にみんなが自由に何かしらいろいろな物事をやり始めるじゃない <laughs> あのね拾いどころをね見失うんだよね <laughs> いつも <laughs> はいまあそんなわけで、えー、お送りしております考えるやつだ者はだよそうですねあのリズナーさんからのコメントは本当に愛、えー、あ,ゆあ,ゆあゆる言葉だと。 で、受けけ止めておりますけれどもあの、なぜかブルーチーズを食いながらなぜかホットケーキの匂いをね嗅ぎながらチーズを食ってるってねなかなかないよねこんな状況半生だったみたいですよ チーズに関して言ったら、発行されている状態ですね。カオスだよ。<laughs> はい、本当にカオスですね。まあ、あの一ラジ、またしばらく更新しなくなっちゃったから、しばらく一ラジのカオスっぷりをね、考えるやつは、で、拾ってくればいいんじゃないかな。半生。わらわら。そ、はい、んなわけで、お送りします。<laughs> 考えるやつだ。ええー、本当にね。リスナーさん。あの見失ったら、泣くから。本当に <laughs>。<laughs> あの最後まで、お付き合いください。本当に。ブルーチーズつけて食べればいいよ。はい、ホットケーキ。じゃあ。あチョコがつった。 ハワイアンシックスはね、短いんだよ、あれはめん。諦めんなよ。<laughs> あのね、この状況を置かれてみれば、わかるよ <laughs>。<laughs> おー、グレープバーインだね。いや、でも、本当美味しい、これ。びっくりした。これでも、これブルーチーズの部類で言ったら、すげーマイルドな方だと思うよ。ちょっと焦げて反省ってことは、火が強すぎか。うん うん、これスコーンもほんとおいしい午後1時40分ですどううしよか。あいいよいいよはいエンディング321いやーね本日は、えー、ラブチーズのお二方が置いてっていただいたチーズを食しながらの放送のとなりましたけれどもああ言わせてました えー、ラブチーズ、えー、アルファの方で、えー、ポッドキャストで、えー、次回、第5回が4月の14日に配信されますので、のぜひね、えー、考える安田を聞いた後に、えー、ラブチーズをぜひ1回ね、ポッドキャストで聞いてみてくださいね。よろしくお願いいたします。中田インチーズ。<laughs> 俺がチーズの中に入る。えー、重量何十キロになる。<田>何十キロのレベルじゃないな。<laughs> あの下手したら俺200キロとかいくよ、それ。大丈夫かね <laughs> なん<か>売れなそううん売れねえよ <laughs> お前つうかあのそれ法的に売れねえよ <laughs> みんなあのそれもう根本的な問題でさいやーまあそんなわけでお送りしていきますた<や>考えると <laughs> ちょっと待ってくれあのなあのチーズの中にはあの中にあの、ね、なんか虫が入った状態のと取,取った後に食べるチーズがあるんだ間違いないねあの俺が入ったチーズを あのかまあ買ったまではいいよもし買った後にその俺をちゃんとみんな食べるのかって話だよね想像してみてよ俺のなんかあのくり抜いた瞬間俺が出てくるんだよそれもう,そうチーズそのものがさもう廃棄処分になってしまってもおかしくないようなことをやってるわけでしょ俺ねそこまでねあの自分の人生ねチーズに投げ捨てられないわ申し訳ないけども廃棄処分は <laughs> ゾッとしたしょ <laughs> 10年くらい発行させれば形なくななるから大丈夫 <laughs> なんだ、俺にこの世から消えろって言ってるのかそれはちょっとどうかと思うけれども <laughs>。まあ、置いといてだ。がないはい。ええー、まあ、そのわけでお送りしてきました。考える安田はですね、えー、ポッドキャストで配信しております。すべてのお便りの宛先は、安田アトマーカルファ -radio.com までです。ぜひいつお便りくださいね。はい、こんなわけでお送りしてきました。考える安田今回はね、なんか、なんかある意味特別な回ですね。<laughs> えニヤニヤがいないというだけでね。 原型がチーズの中だ俺乳製品じゃねえか。特別だよ、うん、まあそのわけで、ええー、ね。だから、やる情報が多すぎるロこの中には、もうね、本当に俺を手プラスして何があるんだと。 第回だはい、そうですね。第190回ですよ。そのあげで、えー、もう200回までカウントダウンが始まった、えー、考えるやつでございます。ね。えー、200回まで、どんなね、ハプニングがいっぱい起こるのか、うんうん、だん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 、ホットケーキから目が離せなくなってきたけども、<laughs> リスナーさんに分かんないことをやるなよリスナーさんにね、親切になろう。ちゃんとね。 もうそのわけで、えーね、皆さんに、えー、この、ね、生の、ね、空気をね体感していただきたいと思います。番組は,はい、はい、ありがとうございます。そのわけで、ねえー、また次回191回でよろしくお願いいたします。<G> 191回もちょっと収、ね、録の都合上、1> 私一人でお送りいたします。お楽しみにしてください。それではまた次回お会いしましょう。中田うしんでした。さよなら、はい OK、分これさ。 太気になったけどさ俺さ来場者の中にナインは紛れてんだろあそうえうん？いない <laughs> 俺なんかね言いそうな気すんだよね <laughs> 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 ただあのー、まあいいや はい、えー、191回、呪悪を取りますので、呪、え、悪、ー、で、えー、お,お会いしましょう,ということで、ね。ありがとうございました。またとでねえじゃねえ。